さあもう疲労困憊みたいにならないです。模試があって、トイックがあって、英検が全部同じ週に結果が出てるという。では結果見ていきたいと思いますね。はい、いや俺持ってます。はい。まあさすがに英検3級受かるでしょって言ってます。さすがにわかります。いや怖い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 。なんでそれから経った結果はこちらです。さあもう疲労困憊みたいにならないです。続いて、はい、今出来たてほやほやの英検の結果でございます。先ほどトイックの結果取りまして、撮影しまして、なんでこんな結果さ重ねるの、本当にもう同じ時に出るのにさしてるからさ、はい、模試があってトイックがあって英検が全部同じ週に結果が出てるというですね、独裁はなので週に2回も大阪に来て、もうすぐ帰るっていうね、これ終わって撮影終わったらもう、はい、前の模試のやつもそうなんですか、すぐ帰った模試のやつは止まったかな、あれは大丈夫だったから、はい、今回はもうマジで帰らないといけませんので、はい、では結果見ていきたいと思いますね。はい、いや俺持ってますもん、はい、もう河合先生がログインしてありますので、はい、そちらどうですか。まあさすがに英検3級受かるでしょって言ってましたし、さすがに受かります、はいって言ってました、で、まあ、ユタボンのね、この模試の時にも言いましたけど、ユタボンが英検5級受けるって言って、お前同等だろうみたいに言われてたけど、いやさすがに、いやさすがにそれはないでしょって言って、はい、だこれがフラグにならないでくださいね、嫌ですよって言いましたね、見ようとしてましたね今、あもう出たのかな、はい、じゃあ今、あ、そまったダメだ、これ河合さんのになっちゃうから、いや怖い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 、はい、河合さんのさすがに受かってます、今、はい、じゃあ河合さんから送られてきた、はい、送られ、まだ今5時でね、まあ今トイックの動画撮りましたけど5時からなんで、それから経った結果はこちらです。合格？嘘もういいのか不合格CSE スコアはただ1340取ってんですね、 CSE スコアは、はい、で低いんですか高いんですか、それも分かんないでしょうね、はい、多分ね、じゃあ一個ずつ発表していきます、一体どこがダメだったのか、まあ先に言っちゃうとスピーキングはもう合格点を超えてます、はい、あ超えてる、スピーキングは、はい、359点なんで合格点を超えてます、でも英検は一次試験二次試験って別物ですから、 SCBT で一緒に受けたところで別扱いですから、はい、はい、別の扱いになりますので、はい、だからここは良かったんだけど、つまり一次試験がダメだったってことですね、ありますね、一次試験リーディングリスニングライティングのところがダメだったっていうことです、はい、だからスピーキングの方は合格点こうやって超えていますので、はい、はい、超えて今353を超えているので、353が合格ライン2次のね、でも1次受かんなかったら2次なかったことになりますので、はいはい、そうだ、別個に採点されるってことを忘れないでください、 SCBT であっても、はい、でじゃあどうだったんだと、はい、リーディング356点です、はい、これだったら受かるんですよ普通に考えたらね、1103が合格ラインなんで、でライティング341でリスニングが284で合計981なんですね、なのでリスニングが低すぎる、リスニングが悪いって、リスニングが悪すぎる、他もダメです、他もダメなんだけど、リスニングが同じぐらい取れていれば、360×3 でもダメなのか、370か、370×3 だよね、はい、そうですね、だから370点平均で取れれば合格なんですね、そうすると1110いくので、なので一次試験のリーディングもリスニングもライティングも全部合格レベルに達してないという結果です、リスニングと全部足してません、ね、全部足してない、全部、いやだから別々に採点はされないですよ、別々に採点はされない、セットで超えればいいんですけど、セットで超えればいいんだけど能力的にどれも足してない、で特に一番まずいのはライティングですね、341しか取れてないんで、まあ採点しましたけどね、私送られてきたやつ、はい、あれより悪かったんだろうと思います、あれが書いていたのよりも、はい、あんな風には本番かけてなかったんだろうと推測します。
ではそれぞれの正答何問あったのかを見ていきますね。あ、はい、分かるんですね、はい。まずリーディングいきます。大問1の語彙ですね、はい、単語を埋めていく最後文法とかありますが、15問中7問正解です。半分合ってません。はい、はい、半分合ってません。ちょっともうさ、ちゃんとした英検申し込みましょう。採点できないから、これじゃちゃんとした英検の方を受けましょう。 SCBT じゃなくて、そう、 SCBT はこれどこ間違ってどこ合ってたとか見れないんで、普通の、はい、だから熟語のことも書いてあるし、文法のことも書いてあるから、全部のところでまあ間違ってはいるんだろうなという。はい、続いて会話文の空所補充どうですか。できた記憶ありますか。会話文中の空所補充できてると思うんですけど、5問中1問しか合ってません。あれめちゃめちゃ簡単なんですけど続いて読解ですね。あ、はい、読解は10問中5問正解、半分です。ということで30問中13点なんで、まあ語彙と会話が低すぎる。まあ会話が1問しか合ってないってめちゃめちゃ簡単なのに、会話できない、日本語でもいやよく言われますけど。でまあそれはリスニングを見てもやっぱそうなんですよ、反映されてて。最初の会話問題ありますね、はい、あの絵があって喋ってきて、でそれの、答えですよね、返答を選ぶ問題ですよね、はい、それが10問中2点。いや、英検3級で10問中2点だったら、トイック の、 あのパート2の受け答えなんか解けるわけないから、よくトイック楽しいですとか言えたもんだなと思って、俺2時間そんなできなかったら苦痛だぞって思うんですけど、いやいやいや、すごいことになってるわ。はい、で第2部会話の内容一致ですね、はい、内容一致が10問中4、これは感が冴えたかもしれません。で最後文の内容一致ですね、まあ一人の人が喋るやつです。はい、そちらが10問中3問ということですね。だから一番簡単な応答ですね、答えの問題を落としすぎてるっていうので、ここをなんとかしないとできないなっていうのが印象でした。はい、続いてまあこれも衝撃なんですけど、ライティングです。ライティングって書いてあると見えるんですか。見れない。見れないんです。ライティングに対して何が問題だったかっていうとですね、 E メールの返答本当に書けてたのかっていう疑問があります。なぜかっていうとですね、E メール全て1です。全て内容語彙文法3点中全て1です。なので答えてないってことですね。ちゃんと答えてないで、めちゃくちゃな文法でめちゃくちゃなことを書いたということで、だから返事が俺にその送られてきたような風には書かれてなかったってことですね。なのでここはもうやり直しです。でエッセイの方はまあ予想通り、内容が3点、構成3点で語彙2点、文法2点、まあまあ全然予想通りです。結構多くの人がこんなんじゃダメだーみたいなこう書いてたけど、まああのぐらいだったらこれぐらいの点になるだろうなっていうの分かってたんで、でこれぐらいの点取れてんだったらこれも受かるなって思ったんですよ。だったら受かるなと思ったら E メールの方がおそらく全然違ったちょっと E メールの内容よくしやがったなそうで、面接の方ですけど、特訓しました、面接の方はね、はい、河合先生ともいっぱいやって、俺のあの面接の動画も出てますけど、模擬面接の動画も、あれでみんなで、ギャー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 、全然ダメだとかって言ってたけど、はい、あれでも受かるって知ってるんですよ、私としてはね。あの回答は受かる回答ではないですよ、受かる回答ではないけど、ああ、このままちょっとやればもう受かるなっていうのすぐ分かって、温度方5点中4点です。はい、まあ取れるだろうなと思ってました。声出しゃ4点取れるだろうなと、ボソボソ言わなきゃまあいけるだろう。だって S 読むとかさ、やったでしょ、はい、そうそう、複数形の S を必ず読むようにとかってやったんで、まあいけるだろう。で Q&A が25点中の14ですね。ちょっと低いけどね、うん、14だともうちょっと欲しいですね。だってあの理由とか一文でいいから。え、描写できた絵の、全然違うこと読んだりしてない。いや、してないと思います。いやでも14点だよ14点だよ、どっかおかしいよ。でアティチュードが2なんで、3のうちのだから無言ではなかったのは分かります。はい、はい、無言とにかくダメって言ったでしょ。はい、無言は、はい、ダメって言われたんで、そう、絶対に無言にならないようにって言ったんで、はい、ということでございました。ちょっとリベンジします。これは従来式申し込んでくださいって言います。今度こそ受かりましょう。はい、ちょっともうさすがにこれはまついかな。いやー、衝撃の結果でした。なんで
や、E メールのあれが本当にあんなだったのか。どんな内容か。いや、まあ後で、まあまあね、動画でやったよね。だからそれで、はい、あれ俺に送ってきたんだよね。いや、送りました送りました。なんだっけ、写真で送った。だったら写真で戻ればいいじゃん。写真開いてバババ戻れる。文章で書いたような気がする。あ、文で送ってた。これじゃないですか。あ、これか。Hi James, thank you for your email ですね。I like taking pictures. I started taking pictures recently. I use a camera and a smartphone. まあ文法とかそこ言われたけど。これ E メールですよね。うん、文法はめちゃめちゃだけど、本当に内容点、まあ構成はマイナスでもいいけど、内容点はもっとあってもいいと思うんですけどね、それだったら。なるほど。これでどうなるのかですね。ちょっとそこは疑問なところでございます。はい、これが結果でございました。いや、これちょっとリベンジしなきゃ。はい、ちょっとすぐに申し込んでもらうんで今。あ、はい、分かりました。これはちょっと勉強続けてください。はい、英検ですね。そうです。はい、もったいないわ。で、だからなんつうの、あれは、はい、今度はだから従来型だから一次試験受かんないとそもそも二次受けられない。はい、はい、なのでスピーキング以外のやつが全部出るってことですね。そう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 。なんでそれをちゃんとやってもらわないといけないので、はい、そこをしっかりやらんといかんぜよっていう感じでございます。はい、どうでしたか、受けてみて。英検ですよね。英検、いや、もう絶対受かってるでしょって思ってたんで絶対受かってるでしょって。なんでどっから出たの、その自信は。いや、あ、もう終わった時から、うん、あ、もう受かったなって思ってたんですよどっから出たの、そのできた。いや、リスニングできたって思った。やってたって、こんなに間違ってるってことをさ。リスニングもできたと思ってました。マジっすか。スピーキングは手応えあったんで、うん、受かってるからね。いくらでも言えるよ、受かってるからいや、そうか。だからライティングがどう、本番はどう書いてたのかだよね。そこが気になる。これよりもひどく書いてたってことだろうから。で、これでも広い方、これでももちろん文法はめちゃくちゃだよ。もうそれはもう中学生以下になっちゃってるけど、はい、ただ内容点がな。はい、お疲れ様でございました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。